バッドホップのワイザーさんはどんな方でしたか？対談をしてほしいです。バッドホップのワイザーさん、ワイザーとね、初めて会ったのは、青汁ヒルズでやった忘年会、去年の年末に、たまたま共通の知人で溝口さんって人がいるんですけど、その社長さんがね、連れてきたんですよ。で、僕、正直、そのバッドホップっていうのごめん、あんまりそのヒップホップに正直興味がなかったんです。申し訳ないんですけど、だから、そのワイザーっていうことは、バッドホップ自体は知らなくて、まあ、バッドホップって他のヒップホップは僕正直知らないんですよ。あんまりヒップホップに興味がそれまでなかったんで、あんまり知らなかったから、なんかわーって握手して、まあ、ワイザーさんを招き入れて、まあ、すごい感じのいい方だったんですよね、低姿勢で。で、まあ、うちカラオケがあるから、じゃあそのやってんだったら歌ってくださいよって僕言っちゃったんですよ。そしたら、周りにいたね、まあ、結構インフルエンサーとか何人かいたんですけど、えみたいな。青汁何言ってるみたいな目されて、俺なんか変なこと言ったかなと思って、すごい心に違和感を感じてずっとしばらく生きてたんですよ。で、後にそのバッドホップって人が来たんだよねって友達に言ったら、すごいバッドホップめっちゃ人気ですよって言われて、調べたら本当にすごくて、で、僕そっから本当にごめんなさい、もう本当にね、最近の芸能人とかもわかんないぐらいあんまりテレビとかも見ないし、そのなんかいろんなもの見たりしないんで、本当に大変申し訳ないなと思ったんですけど、そっからバッドホップのことを知って、めちゃくちゃかっこいいじゃんと思ってファンになりました。はい。で、めちゃくちゃいい人でした。だから、僕は、その、ワイザーってすげえ怖いってイメージでみんなあるのが、ある意味でそういうカリスマだと思うんですけど、無知がゆえのなんか、なんだろうな、まあ、大胆さというか、もう普通に知らない状態で入ったから、すごい気さくに話しかけてくれたし、いい意味で仲良くさせてもらいましたね。あんなすげえ人だって知らんかったんで、はい、すいませんでした。はい。でも本当すごいかっこいいですよ。ぜひ、バッドホップ見てみてください。皆さん知らない人もね、まあ、その、ヒップホップで今めちゃくちゃ人気があって勢いがあるグループなんですけど、まあもちろんね、全員が全員知ってるような、ジャンル的にそういうジャンルじゃないと思うんで、知らない人はこれを機に見てみてください。はい。めちゃくちゃいいです。はい。